こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太鼓立志伝 5DX ライブ配信始めていこうと思います。今回25回目ですね。前回続いて九州攻め、行いたいと思います。船井城ってどこだ。船井城は大分ですね。今の大分城ということで、ここからスタートしたいと思います。配信ツイッチで行っています。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてアーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。アーカイブのプレミア公開は2日後3月3日21時頃から予定しております。ぜひ YouTube でもご覧ください。そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX プリーズアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンということで始めていきましょう。1576年の11月か。お、なんか行っちゃった。ん？つまり船井城は、そっか、船井城に行ってるから戦争したばっかりだから当然安定度も高くないね。現在の勢力図見ていきますか。九州ですね、上陸して北東地区を、主に占領しております。次回最初に攻めるのはおそらく久留米城になるんじゃないかなと思ってます。久留米城からこうつないで熊本行って、でもその前にまず阿蘇を屈服させたいですね。阿蘇と、伊東を屈服させるので、違うわ、主命伝達はしなくていい。戻る、行ってくるわ。ということで、誰、九州には新たな人がいるみたいですね。こんにちは、海藻雲さん。阿蘇の家臣ですね。あ、相良が島津の配下になってたんだ、この時点ではすでに。まあ寿命は短そうですが、プレゼントは一応あげよう。やっぱり軍記物ですよ。ラブラブ度が上がりました。何しに行くんだっけ。姉小路の巨像だけど岩尾城へ移動です。まず阿蘇、
早速行ってみましょう。お城へ。あ、来た。茶席。ちなみに武士はこんだけいますね。誰？悪くないな、バトルとしては。え、今何があった？今よく見えてなかった。まあ従わないってことをまず理解しつつ、はい、支配です。もちろんまあしゃあないですね。力がないからな。借りましょう。で、ここか。次は赤田城。あ、え、なんかよくなくなるな。しまったな。薬や与えておけばよかったな。誰？山田。まさかどき。うん、島津の下側にいそうだよな。もうなんか多いなあ。で、支配。はい、支配成功。ということで、ちなみに武家ってどこにいるんだ？山田ぐらいしかいないな。まだ引き抜き。帰りましょう。あ、なんか、いや、ちょっと待って、府内の町へ行こう。勘兵衛だ。民家へ。めぼしい人物はいないか。岡部さんじゃん。白井さん。南蛮寺、ここにもあるのか。アルメーダさん。ああ、ここにもあるんじゃんって。あの平野教えてもらった人だ。これ何？砦？
誰も住んでないのか。戻りましょう。まず武家宅へ行って薬を渡そう。ダメか。戻りましょう。干渉時堀尾さんだけですか。しかも失敗。アガタ城が攻められている。いや、これはちょっと助けてやらないとダメだな。まず襲名です。まず山田から行こう。甘えたミットが受け止める。さあ誰で行くかですね。あ、浦部もいる。浦部は軍学が得意。あと勝つよりは大丈夫やな。で岩正寺、神戸、勝頼、利用、三好、滝田、誰だこれ。助けに行きましょう。どっちかといえば武芸だが、ちょっと足りないような気がするよな。まあいいや。合戦。もちろん、あがた城へ。鉄砲が11,000。ああ、物資が足りないんだ。17,000にいるのに鉄砲が11,000しかないのは辛いよな。ちょっと戻る戻る戻る。鉄砲が足りないからだ。鉄砲を送ってもらわないと。ここそんなにない。なんでないんだ鉄砲が。大阪城には、あ、これ飯盛城か。大阪城にも鉄砲がない。なんで。まあでももう砲を全部、軍馬も一応全部で行こう。なんでだろう。しかし鉄砲110なくあるんだけどな。
住民安定度はおかしい。土地王城80結構あるんだけどな。意外に鉄砲がない。小倉城かかき集め城厳しいな。まあでも一応、まあ、鉄砲を全部かき集めとこう。赤田城へ。行きましょう。え、なんで海を経由するんだ。さあ間に合った。お、福島正則は騎馬鉄砲ですね。秀吉ここ、とりあえずまず風林火山か。組打ち鉄砲。これって2番ゾーンやからとりあえず組打ち鉄砲。うわ、ビームが強烈。強烈ビーム。早速三段打ちを敢行です。早打ちがあるんだけど、火の矢が飛んでいく。
早く潰していかなければ。鉄砲だ。ユニン火山。あ、じゃあ組打ち鉄砲じゃない。三段打ちだ本来であれば。しつすぎてるからな。あ、余計なことしなくていいんだ。か、三段打ち。オッケー。ちょっと下がりましょう。幕内鉄砲が終わった。いいですね。どんどん破壊していく。そうそう、動きそう。中添え糖質使えるな。あ、逃げた。勝ちましたね。まあ、ちょっと血は流したか。
失敗ばっかりだな。はい。17,000人一気に溶かしたからな。痛いだろう、結構。まずさっき守った糸を拠点じゃなくて、攻略しかできないの、まさか。なんで、なんです、攻略しかできないんだ。上手指示ん、軍備増強とか、あれ、大名ってそういう国力とか増やしたりはできないんだ。全部戦力攻略しかできないんだ。うん。どこだ、塩間城、二俣城か。稲葉は曽根城か。今ここにいるんだよな。そろそろ。あれ、毛利攻めることできるんだ。まあそのことはしなくていい。あ、大名だから勢力攻略するしかないのか。他はこれでいいよな。織田信雄は立花山城ってどこだ。ああ、なるほど。まあ軍備増強しかないよな。で、輸送しましょう。うん、内城へ。ああ、1000人ぐらいしか減ってないや。じゃあ大丈夫だな。鉄砲もちょっと減ったよな。鉄砲はちょっとな。そしてこいましょう。あ、出た。あれだ、
OK です。ルービックキューブか。さあどうするか。伝説開墾か。開墾やってみよう。小倉城は結構余裕があるんで、小倉城の開墾やってみましょう。軍学と伝説、コンさんかな。じゃあ行きますか。久留米城攻略へ。士気はすごい上がってるからな。浮きた。OK、スタート。騎馬鉄砲、まあいいでしょう。まず備え配置、全備え。うわ、1200人しかおらんやん。こんなんどうしろっていうのよ。意外としょぼかった久留米城。
で、船内ビューター、初発なんかせんでいいから攻撃しすりゃいいかな。いいよいいよ、いきなりか、いきなり痩せないや、早っ。まあでもしょぼい、これはもうあの振っとこう、来るまで待とう、何もする必要はないような。あ、立ち去るでしょこれ。ですよね、してた。鍋直さないといけないのがめんどくさい。あ、勝ちましたね。じゃあ OK です、行きましょう。お、岩生寺さんが圧倒的。じゃあ早速、柳川城へ。どんどん続けていきます。食料は46日分ですね。食料に気をつけながら。援軍要請です、もちろん。うん、今度は。そう、出せないって。叫んな。スタート。インフリ火山でスタートして、どんだけ挑発したいんだ。で、加護、どんだけ加護したいんだ。どんだけ力攻めしたいんだ。
で、また力攻め。軍団命令、援軍要請。わからん。あがた城の勢力はわからんのか。まあ、もう一回ちょっと。OK。今度は省略。雨だよな。ガンガンときた。多分余裕あると思うから食料お願いするか。で、軍団命令、援軍要請だけど、援軍ではない。食料ってどのぐらいあるんだ？あ、食料、まあまああるけどな。お金？この辺はわからんな。あ、一個だけか。そうか。ラブ記事は兵糧が足りない。兵糧をお願いします。勝った。攻めだ。火の矢を放った。おっと、小寺が小諸城攻略。ナイス。北条一少しずつ圧迫かけてますね。うん、この時に強襲に行こう。なんで加護好きなんだこんなに。
いいよいいよ。ちょっと厳しいな今回は。40日分か。鉄砲隊狙おう。これで表も陥落です。6万。これでどうだ。出せない。無理だった。とりあえず鉄砲をやろう。オッケーオッケー。ガン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 。恫喝。相手の持ち目を下げる。ん？何？宴会。秒単。今38日分か。食料はまあまあいけんじゃないかな。まだこのあと熊本城を攻める予定だけど、いけると思う。なくなった。風林火山のかけ直しです。みんな力攻めに切り替えた。いいよいいよ。終わったかな。終わった。
OK、二の丸。お、今日、元服。もう、でも、交渉していいでしょ、次。でも、その前に。どんどんモチベを下げていきます。交渉ですね、はい。今34日分しか残ってないのか。勘弁行ってこい。もちろん降伏です。かまちさんか。未来で松田聖子も泣いてるぞ。泣いてるかどうか知らん。しゃあないですね。秋森って言うんだ。柳川城占領です。剣道ナンバーワンは黒田官兵衛です。まあ黒田官兵衛がギブアップ、幸福を手に入れたからな。でも他もみんないい線いってますよね。大激戦だった勲功争いは。おっと、1577年になった。最後の目標、熊本城へ。これで麻生をつなげることができるんで、攻めやすくなりますからね。ジュミアンレード100か。簡単な相手じゃ、そんなこと関係ない。ということで、いきます。相手1万。まあ、さすがに数多いよね。34日分か。まあ食料は攻め取るから、ここで終わりにする。移民はいつも通り秀吉以外は移民を、そして軍団命令、援軍要請。ここで1万5千か。ここか。麻生の方お願いします。おー、オッケー。麻生ナイス。まあ、クワオ当時はやっぱり勢力でかいからな。
つも通り風林火山。鉄砲ないな、そういや。だから多分兵の練度はそんなに高くない。あんまり来てくれなかった。分岐これで終わりじゃない。でもどうしようかな、2倍だしな。援軍要請、援軍として、兵糧かな。兵糧少な、あ、兵糧がほとんど残ってないんだ。なんで、なんかある。兵糧はダメか。じゃあここは、ここも兵糧が足りないな。かは、ね、援軍賛成してくれないかな。お願いします。無理か、やっぱり。まあやっぱやるしかないな。 やる野戦やるんだったら。野戦なんかもはや怖くないしな、こっちは。三段打ちはやめて、縄文爆破、ちょっと来たか。やっぱりね、思った通り。ああ血の中に立ち去ったか。鉄砲かな。身内鉄砲だな。ここで組打ち鉄砲でいいと思う。待機かな。まだだな。
身内だとまだ無理かな。三段打ちで、あ、ダメだ。三段打ちまだ、これだと無理なんだ。じゃあ、これだと両方攻められる。ただね、連動が甘い。そうなんだ。じゃあこうか。ちょっと怖いけどやるしかないな。たか、いや、奮闘だ。いいよいいよ、流れとしてはすごい。え、なんで？三段打ち。消してくれない。とりあえず新速使っとく。この影武者ってなんだ。能力技能が一定の間軍団長と同じになるか。奮闘努力。見事に盾になってくれてるな。あ、来たか。
回来たか。結構ダメージがひどい。突撃だ。4000いるからな。連携ができればいいんだけど、連携できるな。あ、終わった。なんて？33日分ですね、今。終わり。あ、普通の攻めでも良かったんだけどな。は高くないはずだからな。
じゃあ無理やろうか。再度噛んで。伝えたいしょうか。じゃあ場外退去か。え、受け入れてくれんの？あー、まあやっぱり無理ですよね。ただ早い。多分本丸まで行かないと無理っぽい。3倍以上になったな、数の差としては。あの、攻めるが3倍以上でないとならないという、なんか話を聞いたことがあるからな。いいよいいよ。やってみよう。ミョはだんだん破壊されてきている。交渉ですね。魅力があるからな、福島さんに。障害退去お願いします。本当？買ってないじゃないか。だって備え対象だけだから降伏させるメリットがないからな。降伏の方がいいのかな。てこだ、場外退去だとあんまりメリットがないのかもしれん。もうちょっと。これです。もうさすがにこれでいけるやろ。それ本体って誰だっけ。本体がまだだな。じゃあ三段打ちでも打ってみるか。全員備え対象だからな。
れだけの差だったらさすがにギブアップするでしょう。再度勘弁に、今度幸福選んでみるか。本当？よし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 、幸福の方がいいのかもしれないな。ということで、今回ここまでですね。この出陣は一回本拠に戻りましょう。福士は正則なんだ。トップは勝頼なんだ。官兵衛は3位にもなってない。勲功が、戻ります。なんか攻められてるかもしれんしな。じゃあギリギリの2を注文地あり。きたー、使えるようになりました。旗の言うたらモンキーターン。ダブル朝倉が調子が悪い。モンキーターン言うたらやっぱり思い出すのが桃太郎伝説だろうな。桃太郎伝説2もそろそろ、新桃太郎伝説だっけ、やりたいな。マザー2とどっちを先やるか考えどころだな。信長もやりたいんだよな。全国編とかがいいのかな。お、だいぶ主命が、お、長宗壁が来た。では茶会へ。もちろん そして一旦セーブですね。とここで一旦ちょっと1分ほど席を離れます。お待ちください。
はい、お待たせいたしました。では再開いたします。では早速表情の前、上手指示、勢力攻略しかないからな。姉小路って今どこにいるんだ。岡城か。まあとりあえず全部島津を攻略しよう。信雄は軍備増強とか言ってるけど、そろそろ仕掛けてほしいな。まあ大友も攻略してもらおう。このぐらいかな。北畠は伊賀上野へいるんだ。ちょっと勢力攻略言うても遠すぎるよな。ちょっと城の位置を変えよう。じゃあわ、北畠はちょっとまあ上司を変更する、伊賀上野はここだ。自分にすれば、解任することができる。一旦羽柴どこだ、あった、直轄領に変更です。でも安藤、羽柴、下間、羽柴直結、小諸城を、と思ったけど、六角か、ここ。小早川、奥平、土地王城かな。いや、小諸城でいいや。ここを、何だったっけ、六角が過労なん、身分も相当した方がいい。あ、かまちも過労なんだ、一応。まあ、だからといったらかまちやらんけどな。か、北畠を、小諸城へ。で、一応小諸城へはどうしよう。かまちっている？59歳だからな。かまち送ろう。なんだこの1万だって。微妙だな。なんか嫌な予感がする。金森も年齢いってるけどまだまだ生き残れるしな。白石さん72歳なんだ。関さんが猫じゃないな。
で輸送5000人だろう、7000人、1万人、兵士を2000人。2000人かな。あと安芸城は結構軍資金と兵糧があるんで、4万8000人か。でもまあ軍資金とかは十分だよな。でも石高がなんかパッとしないな。そう、群馬鉄砲だよな、ここ。鉄砲全部。ひどいな、柳川城の状況は。でもう一回ちょっとここから逆に柳川城へは兵糧が5万、軍資金5も5万、ね、送ってあげましょう。で兵士もとりあえず2000、完全に送ってやらないといけないよな。2000。兵糧も、軍資金も1万ずつかな。こんな感じでいいでしょう。あと人だよな。兵士は全員、これで兵士が元に戻った。で軍師をもういらんから、このままだな。鉄砲のあるとこってないのかな。飯山城か。でも鉄砲がちょっと、鉄砲とか大砲が全然足りないんで、まあ大名家はこうなってますね。次は佐賀城あたりを攻めるかな。佐賀を攻めるか、八代を攻めるか。
プーン攻めたら相楽全滅だよな。とりあえず坂を攻めた方がいいのかな。まあまずは氷上の間に行きましょう。あった勢力に依頼で、鉄砲購入。その間に、主命伝達、コマンド地と内政で行こう。官兵は94。真田を外そう。花山はいいや。長宗壁優秀やな。長宗壁外そう。三好を外して、軍学が満たされてる鉄砲。チャーコー場がすごい多いな。高速壁も決して悪くないんだよな。皆さんは足軽だな。うん、東堂を解除。今何人だっけ？あと一人、あと一人だけど、ミラクサイ伝説だろうな。なんで前田利也こんなとこにいるんだ。お、三術と弁術軍学が上がった。鉄砲購入。
なるほどね。じゃあ、軍資金を調達してもらおう。買ってもらおう。弁舌と算術なんで、軍資金こ調達。肉ルンルン。じゃあ文学を。口下手なんかな。エースを狙え。開墾はしてくれないんだ。じゃあまあ弁舌とかあげるしかないよな。これは鉄砲買ってきてくれよけど、してくれる。でも武芸だな。あ、京極さんはあれじゃないですか、砲購入。まあ、どっちかというと武力だけど、算術がないんだよな、なんか。だからといって。全部。じゃあ軍資金調達。
あ、両方満たしてるのか。こんな感じかな。ちょっと10って言ってるとこは考えなきゃいけないな。4人だけやもんな。じゃあ行きましょう。合戦です。どうしよう、どっちがいいのかな。ここやると相良家が終わるよな。あ、終わらないか。大友でもいいし、まあこっちかな。八代に行きましょう。食料は51日分。さあ、もちろん援軍を要請しますが、ダメだ。半分だな。加藤清正さんを。オッケー。まあ連度がちょっと相良は甘いよな。いつも通り風林火山からスタート。で、千成廟丹。何？ガーンって思った。モチベが下がったな。おお、火攻め来た。あ、なかなか減った。有能じゃないか。方が足りないから買わせようとしてるしな。とりあえず早く着をつけたい。いいよね。
オッケー。お、一丁なんだ。軍団。チベダン、そしてヒゼメ、わっ野戦だ。苦労するよね、なかなか。ん？これは？兵士じゃない。とりあえず待機。真田はある程度前へ出て、無理だ。待機。東堂がもう。東堂を前へ出て、組打ち鉄砲。で、これも組打ち鉄砲です。相手は、あの、鉄砲全然いないよな。こちらが有利だっていうのがなんとなくわかる。初めてバトルになった。連携だ。一気に減ったな、なんか。まだ攻撃できない。追い込まれてるやん。一気に減ってるしね。すごいよな。あ、無理だ。三段打ちを仕掛けられる相手がいませんってなってる。
はい、いいよいいよ、わ、火は打ち上がった。結構被害がでかい。
山さん、え、まだいたのか。おい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 。終わった、立ち去ったか。仕留められなかったよな敵大将は。まだ大手門だしな。援軍要請、毛利にちょっと援軍を頼もうか。まあいいや。
た。でもダメだな、これでは打ち破れない。これで破れるでしょう。はい、破りました。お、和議です。いいんじゃないでしょうか。真田がトップ、東堂高虎ですね。で、三好長慶で、さらに行きます。人吉か。次はこれで相良が相良の最後だ。で、またいつもの通り交渉じゃないわ、援軍要請。OK、 3000で来てくれるのか、嬉しいな。スタート。ちょっと今回は数がでかいからな、簡単にはいかないな。これちょっと待って、軍議で ただ結構ペラペラだよな防御は。来ないだろうな。お金がだんだん減っていっている。あ、受託した。
じゃあまあ千成秒単でいつも通り。名前ネームドばっかりか。ここもういいね、着実に攻めてます。で千成秒単どんどん削っていきます。いやないな。ビームが もうちょっと OK です。本丸までたどり着いた。早く決着つけちゃいましょう。相手ワギ行ってくるかもしれんしな、これだったら。さあどうだ、やっぱりワギ来たな、思った通り。誰かな、ワニなんだろう。深水長い友うん、いいんじゃないでしょうか。もちろん住宅です。マクグリの里ってあるな、あるんだ。まあまあ縄文爆破してるからな。2位は長宗我部、3位が真田昌幸、
相良家滅亡です。そしてラスト、なんだこれ、都この殿郷里城、殿郷島津家の殿郷里城攻略ですね。中宝山もなかなかある、やりましょう。あ、少ない、まあ無用分なんて後でやればいいんです。あとお金を出すと、交渉いらんよね、交渉じゃない援軍だ。助けに来るかもしれんからな。いいですよ。いや、一応交渉だけしとくかな。まあでも野戦にやってもいいけどね、完全に自信を深めてるしね、鉄砲もすごい多いし。とりあえず交渉、誰がいいんだろう、魅力あるんだな、結構真田やってみよう。もちろんあの総大将か、幸福韓国行ってみよう。残念な結果でした。違う、軍団命令、援軍要請、再起城からお願いします。超爆破無理だな。
なんで恫喝しまくるんだ。東堂高虎やってみるか。場外退去どっちがいいんだろうな。五分五分になった。まあ無理ですよね。やっぱり野戦になるよね。あ、ん？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  あ、断然ダメだ野戦。やる気なしや。いなくなるわ。寂しい。あ、なんか上で戦ってるよ。もうちょっと。オッケー、大手門陥落。船内病棟。あ、結構減ってる。普通の攻撃なのに。
ギブアップしろ。二の前攻略、交渉ですね、真田、もちろん降伏勧告、まあ、備え対象だから OK です。さあ、あがた城がちょっと攻められてますからね、早いこと救いに行かないといけない。2位は三好、3位が秀吉。帰りましょう。なんか一つしかうまくいってない。一番工場もやったし、神殿開発もできた。あといろいろ取得した。軍功もあげた。あれ食べられないの？食べられます。じゃあないぞ。じゃあ、あ、そうだ、まず出勤、具資金、あれ7万、あ、ポケットマネーから出るわけじゃないのか。行こう。あ、攻められてない。勢力図見てみよう。これは伊藤家か、羽柴が攻めて、つまり阿賀田城が今攻められてたんだけど守りきったみたいだな。あと佐伯城とちょっと岡城が少ない、減ってる。岩尾城、あ、いや、そんなことないな。岩尾城もなかなか、よし、5000人、人吉城は1万人いますが、住民安定度は低いからな。
ここかな、ここ泉城かな、次は。通常1300人ぐらいしか、美濃和城も北条だしな。そうだ、上杉と結構争ってるから、北条、結構白石城までもう来てるやん。伊達を食い尽くそうと、伊達とかを食い尽くそうとしてるな。小高城とか。確かにあの小石城なり小諸城を攻め落としたから、方がどのぐらいあるのに、鉄砲は言うほどないな。まあ小早川は鉄砲あるんだ、だから鉄砲を剥がす必要はあるかもね。1万3000円で減っちゃってるからな、鉄砲が。城主任命、この2つを1回外そう。六角、あーやばいんだこれ。直下地戻す一度。直下地戻す。で、輸送する。輸送どこにすりゃいいんだろう。ああ、飯山城か。兵糧も、軍資金も5万ずつで、で、兵士も3000人ぐらい置くとこ。で、軍馬、鉄砲は全部。
9200。微妙だな。3000人ぐらいかな。で、具資金3万円、兵糧4万、で、さらにまた城主任命で戻そう。小諸城を排除そんなに多くないな。兵糧2万。でいいや。じゃあ軍資金20万。これはまあこのままでいいかな。で、ちょっと戻そう。で、過労にして北畑。で、さらに聴取指示で北畑を北畑勢力攻略に変更。全体にもう九州攻略に変更ですね。
本間さんって何だ。軍備増強に変更かな。家康はこれは北条家攻略か。あと人事与力派遣して半兵衛を派遣して超一派遣で、あとは過労以上じゃないとダメだからな。指名伝達、コマンドは軍備優先か。でもちょっとお金足りないからな、軍備でいいのかわからん。これは悩むな。これ相良派遣してもいいような気がしてきた。木造り
前日薬はなし。指名3人しかおらんからな。これなんだろう。ちなみに、悪味は1か、今。伊藤家は滅亡しましたって、なんで？あ！嘘だろ？恐ろしい島津、まあ、羽柴か。京都行ってくるわ。
成果111兆。お、ミノア城を攻略、ナイス。ついにあの関東平野に進出してきたな。場所間違えた。今日の町だ。こんにちは。もちろんお伏せです。悪名が消滅した。さらに公家宅か。もちろん口添え。もう一回。5000ぐらい。3技？なんだこれ。でさらにこれです。伊達、安藤、南部、今川、一色、大崎、宗家ぐらいだろうな。まあ伊達かな。無理か。じゃあまあ上杉。マジかよ。中節？え、なんでなんで。あ、ここに朝廷の貢献度って出てるんだけど、朝廷の貢献度ってどっかに出てたと思うんだけど、どこだ。朝廷の貢献度は
って攻めれるとかほとんど安藤とかぐらいやな。まあ宗家くやな。宗家成功。大友だ。金塊目くらみそう。あ、石川和正だ。あ、でもどうでもいいや。外郭県島津の家臣か。坊さんだからな。坊さんらしく総攻録。いや、だから。支度へ。もちろん薬を買う。全部。永田特本ってどこだ？え？駿府？森はさ、なんで？あー、柴田勝家との絡みか。浦上家臣。これは文献だろう。倉庫録。戻ろう。で、病気の人を治して。バトルを行ってるとか特にないよな。平戸城でなんかバトルが行われてる。森だ。森が大友攻めてんだ。平戸城まあほっとこう。特本が。特本ってどこの人だっけ。あ、まあいいや。船井城へ。うん。で、金庫、入金。
金庫出勤か。当然ここですよね。ここは孤立しちゃってるからな。アガタ城を取り返すしかないけど、これ次回だな。アガタ城は取り返すとしても、そしてもうミノア城まで来てますね。前橋城だっけ、これ何城っていうの。前橋城は上杉が取ってるからな。まあここんとはここを狙いたいよな。次は上杉もいいけど、毛利すごい飛び地持ってんな。まあでも関東を攻めて東北攻めた後ちょっとで統一もできるっていうとこだ。朝廷工作も怠らずにやりつつっていうことだろうな。ちょっと今回は特別に金策優先でいきます。お前は攻めてもらう。お、武芸上がってる。まあ算術なら意味あるからな、それはいいんだけど、才賀は攻めてもらう。毛利って どのぐらいの勢力だっけ。そんなに強くない。伊丹いいよな。軍学三術がみんな、三術みんな習ってるし、あと土井ぐらいか。これで才が、あと一人。あと一人、ちょっと使いたいが。
とこの人は鉄砲を買って、買ってもらおう。あ、まだ15歳やん。ちょっと面白そうなんで。ちょっと戦ってもらおうか。こんなとこだろうな。ジュアンも結構武力、ああそんなことないか、武力はすごくすごいと一瞬思ったけど、そうでもないな。不思議が一気に減ってるし、まあいいか。怖っ。操作して、5万兵糧、兵士。軍資金3万かな。兵士は1000人かな。軍資金10万兵糧、兵士3000人、軍資金10万
はい、ということで、3時間ちょっとになりましたが、今回ここまでとなります。九州もかなり、今回は九州の中部あたりを、まあ、攻めたことになりますね。熊本県から宮崎県あたり攻めたんですが、伊藤家の永田城が島津県に攻められたんで、そちらを取り返さないといけません。ちょっとやっぱり、ね、強いですね島津家は。なので油断せずに、行っていきたいと思います。あと大友家の佐賀城も攻めたいとこです。まあ毛利も攻めに行ってたんで、こちら羽柴サイドの、まあ、九州攻略は次回でなんとか終わらせたいとこですね。それで東に目を向けて北条討伐と行きたいと思います。まあ上杉支配した方が早いかもしれないね。上杉支配するか、なんか別の小勢力支配するかした方が早いかもしれませんが、それはともかく、次回で九州の攻略は目処をつけたいところであります。はい、ということで、ここまでになります。まあ、あと朝廷工作も やっておかないとね。そろそろ本格化してどんどん格を上げたいところですね。目指せ関白への道っていうところになってくると思います。ということで、今回ここまでになります。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。この今回のツイッチのアーカイブ YouTube にアップロードいたします。3日21時頃にプレミア公開しますのでぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 そして、旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。
TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。対抗立志伝 5DX ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。